か。今聞いた話を整理するぞ。まずお前はこのステージのキャストなんだな。うん。で、俺はキャストオーディションには不合格だったが、お前が特別にこのステージに呼んだと。うんうん。つまり、俺はこのボロステージで働くということか。ここなんて色が変わってておしゃれでしょ。どう見てもサビだな。にしてもどうしてこんなに古いんだ。他のアトラクションと一緒に新しいステージができると聞いていたが。はい、本来はランドの全面改修に伴ってステージを取り壊し新しくする予定でしたが、現在ステージだけ工事が延期となっています。工事が延期？なぜだ？それに改修前ということは今ショーはやっていないのか？してるよ。今日はお魚の世界のショー。私マンボウ役やったんだ。お客さんはいなかったけど。いないのかよ。でもでも司くんと一緒ならきっと昔みたいにお客さんでいっぱいにできるはず。いいか、よく聞け。俺には野望がある。野望？俺は子供の頃あるミュージカルショーを見た。主演を務めたスターはそれは素晴らしい役者だった。誰よりも輝き、誰もが心奪われるその姿、まさに天上の星。俺は決めた。俺もそんな最高のスターになろうと。そして俺はそのスターのようになるべく、多くの観客が集まる大ステージで修行をしようと。ここにピョーンって飛び出せる穴があるんだ。やってみない？お前、人の話を聞け。司くんの話ならオーディションの時に聞いたよ。司くん、素晴らしいショーを届けるって言ってたよね。私その時ビビーンってきたの。司くんとならきっと素敵なステージを作れるって。お前、オーディションの時から俺に注目してなるほどな、そういうことか。ガテンが言ったぞ。ん？なんで紙とペン？特別だからな。テーマつかさと。よし、なかなかの出来だ。なんだかかっこいい字だね。くれるの？
いずれプレミアのつくサインだ。一生大事にするんだぞ。それじゃあ達者でな、おかしなファンよ。襟を引っ張るのはやめろ。息が。お願い。一緒にやろう。やるって言ってよ。いや、お前のせいで喋れ。一緒にやろうよ。というか、お前そんなにショーがしたいなら。どこかの劇団に入るなりなんなりすればいいだろう。こんなボロステージじゃなくてもショーはできるわけだし。ここじゃなきゃダメなの。約束したんだもん、ここをお客さんでいっぱいにするって。約束？私どうしてもここでみんなを笑顔にしたいの。だから司君、ここで一緒にしよう。なんだ、急に固まって。プロジェクターが勝手についちゃってる？なんでだろう。ハロー、エブリワン。もうすぐ楽しいショーが始まるよ。みんな、ショーを見る準備はできたかな？初音ミクの映像？ここ、初音ミクをマスコットキャラに使ってるのか？ううん、ここのマスコットキャラはフェニックスペンギンのフェニーちゃんだよ。じゃあ、これは一体。うんうん、みんな準備バッチリだね。それじゃあ、ワクワクドキドキの素敵な世界に出発。消えちゃった。今の何？俺に聞くか。なんだか知らんが、わけがわからんことが多すぎる。さすがの俺も疲れたぞ。悪いが俺はここの人事担当者に電話するぞ。人事を通して正式に辞退させてもらう。司君、もうちょっとだけ話を聞いてよ。もう十分聞いた。人事の電話番号は確か、アンタイトル。なんだこの表示は。なになに、それって曲？おい、やめろ。聞いてみようっと。ポチー。人のスマホを横から勝手に触るんじゃない。高額決済するところだったらどうする気だ。なんだ、スマホが光り出したぞ。もしかして本当に高額請求が。うわ、まぶしい。何が起きた？なんだここは？どこだ？明らかにさっきまでとは違う場所だ。それにあの M とかいうやつもいないし。ジー、そこにいるのは誰だ？ミクだよ。わー、なんだ？
それはミクの着ぐるみか。まったく驚いたぞ。ああ、すまない着ぐるみの人、ちょっと教えてくれないか。ここは一体どこなんだ。ようこそ、ここは君の思いの世界だよ。は？君の思いの世界？何言ってるんだ。とりあえずその着ぐるみを脱いでもらっていいか。正直話しづらいというか。いいよ、ちょっと待ってよ。うまく脱げないよ。まあその手じゃそうだろうな。仕方あるまい、頭を引っ張ってやろう。よっと。ふう、すっきりした？え？初音、ミク。うん、ミクだよ。いや、まさか。ミクはあれだぞ、バーチャルシンガーだぞ。そうか、わかった。これはトリック映像だな。なんだ、今の音は。ああ、ショーの準備をしなくちゃ。急ごう急ごう、レッツゴー。ちょ、なんだ、急に押すな。一体どこに連れて行く気だ。あそこに見えるのはテント、いや、ステージか。よし、小道具は揃ってるね。照明もバッチリだ。これで今日もいいショーができそうだね。うん、楽しみだね、怪盗兄さん。ミク、わざわざ連れてってくれたんだね、ありがとう。お、つかさくん、つかさくんも一緒に来てたんだね。カイト、それにお前まで。というかお前馴染みすぎだろ、もう少し驚け。なんで？こんなに楽しいところに来たんだよ。ミクちゃんやカイトお兄さんとも会えちゃったし。そういう話じゃ、こいつに話しても無駄か。しかしこのステージ、どこかで見たことがあるような。はじめまして、司くん、僕はカイトだよ、よろしくね。突然知らない場所に来てびっくりしたよね。開演時間まで少し話をしようか。俺の思いから生まれた世界。そう、ここは君の思いから生まれた場所なんだ。そういえばミクもそんなようなことを言っていたな。新世界が生まれるなどにわかに信じがたいが。すごいところまで作っちゃうなんて、スターってすごいね。痛みがあるということは夢ではないのか。君がいた世界とこの世界はアンタイトルという曲でつながっているんだ。ここに来るときアンタイトルを再生しただろう。確かにあの曲を再生したらここに来たな。理解できなくはない。だが聞きたいことはいくつかある。そもそもなぜ
バーチャルシンガーのミクやカイトがいるんだ。僕たちよね、司君。君に本当の思いに気づいてもらうためにここにいるんだよ。本当の思い？うん、歌はね、人の思いでできているんだ。だから君が自分の思いに気づいたとき、その思いは歌になれる。そして僕たちもその歌を一緒に歌うことができるんだよ。よくわからんが、歌えばいいのか、その歌とやらを。それならいくらでも歌うぞ。ただし歌ったらここから返してくれ。俺は世界一のスターになるために時間を無駄にしてはおられんのだ。まだ歌がないから歌えないんだよ。司君、本当の思いを忘れちゃってるから。思いを忘れてる？そんなはずはない。俺の思いはいつだって一つ、世界一のスターになるだ。雪の日も嵐の日も、おたふく風で苦しんだ日も、その思いを忘れたことはない。でもでも、それだけじゃないんじゃない？ほら、例えばみんなを笑顔にしたいとか。笑顔に？そう、だからここでミクたちとショーをやらない？そしたら本当の思いをちゃんと思い出せると思うんだ。ショー？ここで？ミクちゃんたちと？楽しそう。ああ、ここでショーをやったらきっと楽しいよ。思いがけないことがたくさん起こるからね。例えばほら。なんだこのくたびれたぬいぐるみは。どうして風船で浮かせてるんだ。司君、こんにちは。お、驚いたな。中にスピーカーが入ってるのか。本当に喋ってるみたいだな。本当に喋ってるんだよ。答えた。司君、私のこと覚えてる？もしかして忘れちゃったの？これはどういうことだ。ちょっと、いや、結構怖いなこいつ。おい、寄るな。こっちに来るな。うおー、今、頭打っちゃったんじゃない？司君？司君！
こうだね。次も頑張ろう。誕生日おめでとう。 M にプレゼントを預けたから、よければ受け取ってほしいな。調子でいくぞ。拾い上げるって一人じゃなかった。隣で
笑顔を。しっかり合わせてな。誰に言っている？任せろ。この勢いは大事にしなくては。できたな。最後の学生を案内していたらもうこんな時間じゃないか。俺も学校に急がねば。俺を呼ぶ歓声が聞こえる。大丈夫。素晴らしいショーになる予感がするよ。ああ、俺もそう思っていた。これだけ盛り上がっていて楽しくないはずがないよ。見ろ、みんなの笑顔を。私も思わず待ったかい。怖いものめったりはやめた。未完成人間芝音がキラキラしてるよ。ああ、この調子でいくぞ。諦めてしまうほどこの先たくさんの。しっかり合わせてね。誰に言っている？任せろ。